少し銀着の浜辺ペコペコパレードに挑戦です。面倒なのが出てくるんですか？楽なステージなんてありませんよ。そうですか。ではゴー。にゃんコンボには特に意味はありませんが、今回反則級のキャラに頑張っていただきます。このステージに出てくるのって無属性ですよね。見えますでしょうか？黒が多敵に絶望という名のプレゼントを送ってあげますよ。でもコストの関係で簡単には出せませんよね。最初はお金集めのためにウルルンたちに頑張っていただきます。ダチョウは取っ手ない鳥だから歩いていくしかありません。陽気に歌を口ずさぶこのダチョウを元にお金を貯めます。ツンツンツン。時間がかかるので倍速します。無心に追番できますね。鶏にしろ鳩にしろそういうところが怖いです。ツンツンツン。数が増えてきましたが、それでも戦い続けます。えらく強いですね。もともと強いですが、攻撃の手が足りないせいで時間がかかるんですよ。ウルルン出したせいでいっぱいいっぱいですから、持久戦ですね。ドラゴンも出したので3体までならなんとか耐えられます。早く溜まってください。では黒が王を出します。足は相変わらず遅いですね。こればかりはどうにもなりませんので。攻撃が始まりましたね。どうしてこうも足が遅いんでしょうね。早く前線についてください。出てきましたね。この度は申し訳ありませんでした。うちの社員が大変失礼なことを。ほらお前たち謝りなさい。失礼しました。失礼いたしました。失礼いたしました。これは一体どういうことなんですか？会社で他の部署が失敗した時謝る専門の部署があるそうです。それって社員に対してひどい扱いじゃないですか？こんな部署があるのはブラック企業です。どうか、どうかお怒りをお沈めください。失礼いたしました。失礼いたしました。失礼いたしました。哀れ社畜の差が、上司は倒れ、それでも部下は必死に頭を下げる。私にはこれでもかと言わんばかりに攻撃されてるように見えますが、別に怒ってませんから、そこまでしていただかなくても。この度は大変失礼しました。許していただくまで何度でも頭を下げさせていただきます。何かの嫌がらせか何かかな。とりあえず頭は下げなくてもいいから、城を叩かせてくれませんか？それだけはお許しを。数が足りないなら追加でどんどん来ますので、どうかどうかお許しください。なんて面倒な奴らなんだ。あんな会社でも職を失うわけにはいかないのでしょうね。ろくな会社じゃないことはわかりました。失敗した当人じゃなく代理をよこす時点でもうダメですね。黒が追う。引導を渡してあげなさい。それだけは。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。無理やり謝られても迷惑なだけです。決めさせていただきます。そうですね、こんな会社潰しましょう。勝利。社畜の悲しい差がを利用して守っていたブラック企業が一つ消えました。さっき頭下げてた奴ら、今後の生活大丈夫かな？ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。素材集めもしないといけないなんてめんどくさい。